皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は原神のファミ通紹介をしていきたいと思います。火や風、雷などの7つの元素が絡み合うオープンワールドの幻想世界テイワット。プレイヤーは生き別れとなった兄と妹と再会を果たすべく、仲間と共にこの世界を冒険します。戦闘では7つの元素を最大限に活用します。技や魔法の派手な演出も見どころです。元素の掛け合わせで攻撃が多彩に変化します。氷の元素スキルを使用した後に雷でダメージを増加を可能という、使用する元素の掛け合わせで多彩な効果が現れるようです。そうですね、火と風でなんか疾風の炎みたいな、雷と炎でなんか発火する雷みたいな、火と氷でなんか熱湯とか熱湯か蒸気ミストみたいな、そんな感じになるんじゃないですかね、おそらくは。そこまでは詳しくは分かりませんけど、大体そんな風に想像はできますかね。というわけで今回はこの辺で原神のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。